九州新幹線長崎ルートで再来年秋に暫定開業する予定の武雄温泉駅から長崎駅で運行される車両について JR 九州がかもめという名称にする方針であることが分かりました。複数の関係者が明らかにしました。これについて JR 九州は今日午後青柳社長が会見し発表するものとみられます。現在福岡県から長崎駅の間を特急かもめが運行されていて、それと同じ名前にあたります。